こんにちは、速稼塾の久保です。恋愛相談 Q&A がね、来てましたんで、ちょっとここら辺でまとめてですね、勘違い30代高望み女性の実態について5点ぐらいまとめてちょっとお話しておきますね。まあ、この5点のうちいくつかに自分が引っかかっていたら、あ、随分高飛車になっていたなというふうに考えていただければと思います。まあ、大体ね、高飛車の女ってのはね、バブルの時代に死に絶えたはずなんですよ。当時高飛とか言われてましたけどもね、随分私も高飛車に乗られた覚えがありますけども、今は死に絶えたはずなんですけども、でもね、いるんですよね。未だに自分が売れ筋だと思っている女性がね、まあ、これ後でね、男性版もやりますけども、とにかくね、今は女性の方がかなり深刻に勘違いをしている例が多いと思いますので、未婚、既婚に関わらず聞いていただければと思います。まずその一つですけども、容姿ですよね。見た目、自分の見た目、どのぐらい自信があるでしょうかってことになります。これはですね、どちらかというと、結婚にうまくいってない人とか恋愛ができてない人に関して特に重要視してもらいたいと思います。世間の評価ともあれ、自分の好きな人が自分の容姿に対してもう不満がなければこれ何の問題もないじゃないですか。そうじゃない場合がだから今回ね、言えることだと思います。自分の容姿をどのように客観的に評価すればいいかってことになりますけども、まずはね、A クラスは何かというと、まあ、これはイケてるねと、自分の容姿はまあまあいいんじゃないのみたいな感じです。経験としてはね、モデルにスカウトされたことがある人は A だと言えますね。そうじゃない人は A に入りませんので、あ、まあ特別な容姿ではないんだなと思っておいてください。次、B のクラスなんですけども、10回以上自分の人生でナンパをされたことがあるね。こういった方もナンパする方も結構ね、選んだ上に勇気がいりますから、ちょっとやそっとだと声かけないわけですよ。そうなってくると10回以上ナンパされたことがある経験をお持ちの方はまあまあ客観的な評価が高いと思うんですよ。ですんで、容姿で勝負してもいいレベルだと言ってもいいかもしれません。ただし、モデルにスカウトされたことがあるレベルではないので、そこそこの研究者は必要になってきますよね。じゃあ C クラスは何かっていうと、 A でも B でもない方ですよね。この人は容姿は平均以下ですから、それ以外のところで勝負することをお勧めいたします。で、2つ目ですね、身長でございます。お相手に求める身長のことなんですけども、これね、総務省のデータを見ると、まあ、明らかなんですよ。日本人の平均的な身長、まずね、男性の平均値、だいたい170センチが男性の成人して、達する身長の平均なんですよね。だから相手の身長が170センチだったら、まず平均点だと思ってください。でね、よくね、身長がね、175センチ以上とか求めると言いますけども、その割合知ってますかってことなんですよ。175センチ以上の身長を持ちの男性はなんと1割なんですよね。10人に1人ですよ。だから自分自身が女の子を並んでね、10人に1人の逸材なのかどうかってことを考えてみてください。多分そうじゃないと思うんですよ。なのに相手には10人に1人を求めてしまうでしょ。でもうちょっとこの数字をね、掘り込んでいきますね。身長178センチから180センチに限定すると、なんとですね、その割合がたった 3% です。ですんで、もしね、今あなたが女性でね、お付き合いしてる男性とか結婚してる男性が身長178センチ以上だとしたら、100人中の3人をゲットしたと思っていいと思います。そのぐらいね、いないんですよ。身長が、日本人の平均身長高くなったって言われるでしょ。それはね、高い人ばかりを客観的に見てるから高い人多いなと思いますけども、あなたの目の前に現れる男性は人生のうちだいたい170センチの人ばかりなんですよ。多分ね、人生のうちにね、178とか180センチの人が現れる確率は1人いるかどうかじゃないですか。だから身長にこだわるなら、あ、178センチの人が、180センチの人が来たと思ったら、この人を逃したら二度と来ないと思った方がいいと思います。相当出会いが多い人なら別ですけどね。特にね、インターネットでコミュニケーションを取ってる人って相手の身長わかんないでしょ。全員身長低いですからね。そう思って間違いないです。だんだんね、自分の理想を相手に当てはめて、見てないからこそ可能性を感じるんですけども、その可能性がない人がそこに溢れてますからね、ご用心ください。で、次はね、年収ですね。まあ、年収については今ね、簡単に論じることができないんですけども、こういうふうに考えたらいいと思います。40代男性で平均年収が700万の人はもう高望みです。そんな人はいませんと思ってください。で、仮にいたとしても、そういうふうな人っていうのは希少男性になってきますんで、若い女性からの申し込みガンガン来ますから、30代のあなたには全く勝ち目がないと思ってください。ね、20代で選ばれずに30代に来たってことは条件悪くなってるわけですよ。
ね、年齢を過ごしてきて条件が良くなるってことは特別な人間ですから、特別な人間でない限りは、まあ、諦めた方がいいですね。だからそこそこで折を打ってください。で、4つ目ですけども、学歴ですね。学歴ね、関係ないとは言わないんですけども、学歴って言っても30代の人が学歴積んだって言っても10代の頃ですからね。学歴積んで例えば大卒になりましたって言ったら10代の頃でしょ、その大学に入ったのって。だから10代の頃の、そういったね、進学に対する意欲とか、あの勉強の熱心さとか、進学に対する大切さに対しての評価を未だに30になっても40になっても期待するっていうのは、どうもね、頭のネジが切れてるしか思いませんので、学歴はあんまり気にしなくていいのかなと思います。ただその上で言いますよ、あえて、やっぱり学歴ですよだってね、10代の頃に学歴の大切さに気づいてる男性ってのは、やっぱり2人に1人なんですよ。しかもそれを現実化させてる人ってのはもっと少ないわけですよ。だって学歴って、例えば高卒って一緒でしょ、大卒も一緒でしょ。どっちを選ぶのかってことを17歳18歳で決めてるわけですよ。そのぐらい先見の明がある、そういった男性には30代になっても40代になっても可能性が残ってるってことですから、その時点で学歴を選べない男性ってのはちょっとね、まあ落選漏れと言ってもいいのかなと。だから学歴そのものに重みがあるわけじゃないんですけども、その学歴の大切さに気づいている10代が30代40代になったのかってことですよね。まあね、あの反対側で言うと、女性の学歴あんまり関係ないよっていうとね、なんか気の毒な言い方になるんですけども、女性もやっぱり学歴は積んだ方がいいですね。なんか出会う人が違って受け取る情報が違うんですよ、進学すると。やっぱ高校で勉強することをやめた人の群れっていうのはやっぱりそういう群れになってきちゃいますんでね。で、そうじゃない人もいますけども、そうじゃない人を選んできましたかっていうところで、はい選んでましたって言えるような女性はあまりいないんじゃないかなと思いますね。学歴をね、積んだのは10代の頃だからあんまり考えなくてもいいんですけども、あんまりこだわらなくてもいいって、今の状況を見た方がいいと思いますが、やっぱ人は学歴で見る可能性が高いっていう風にね、想定できる男性っていうのは何が何でも10代の頃に大卒を取得してるんですよ。そうするとね、40になっても50になっても、あの大卒ですよってずっと使えるわけですよね。だからこの価値に気づけてるかどうかっていうことなんですよ、10代にしてね。これはかなり重要だと思います。その10代の知恵を評価していくのは、まあ、いいんじゃないかなと思います。で、最後5点目なんですけども、今4つ条件挙げましたけども、この条件を複数希望する女性ってのはもうね、高望みの極みだと思います。あの1つですら持ってる人は少ないわけですよ。で、その2つ以上を求めてしまうと、もうね、これは皆無ですよね。そういう人が売れ残ってる可能性はなくって、すでにもう売れてますから、あなたの目の前にあられないってことになります。で、よくよくね、自分の人生を振り返って、これで選ばれなかったのは当たり前だなと思えるところからスタートすると、まあまあまともな恋愛や婚活ができるんではなかろうかと思いますね。それではね、もうすぐライブ放送始まりますけども、ライブ放送ではね、あの男性の勘違いをちょっと上げてみようかなと思いますんで、お楽しみに。お疲れ様です。